クラナド。クラナド、クラナドは、キー制作による恋愛アドベンチャーゲーム。また、これを原作とするアニメ、コミック作品。少年少女の恋愛、友情、家族愛などのテーマを描き、泣き芸として支持を集めた。本校ではこのゲームを原作として、メディアミックス的展開がなされたアニメや、コミックなどの作品群についても記述する。 キー制作による3作目のアドベンチャーゲーム。学園内の恋愛劇だけではなく、友情や家族愛などもテーマとなる。またストーリーが学園編とその後の生活を描く、アフターストーリーのに構成になっているのも特徴である。全2作である、カノン、エアーが18金の PC ゲームとして発売されたのに、対し、本作は、 全年齢対象の PC ゲームとして2004年4月28日に発売された。人と人との絆をテーマに描かれた本作は、カノン、エアーに続きサンタビダ大ヒット作となった。PC オリジナル版は、Windows 用ソフトとして2004年4月28日に、初回限定版が8月6日に通常版が発売された。 2008年2月29日に発売されたクラナドフルボイスでは、後日の家庭用職場版に準拠したキャラクターボイスの実装に加え、画面解像度の向上とイベント CG の追加がなされた。さらに、2010年5月28日にはクラナドメモリアルエディションが発売された。家庭用ゲーム機、プレイステーション2版、セロレーティング15歳以上対象は、 キャラクターボイスを実装し、インターチャネル、現、ガンホワークスより2006年2月23日に発売された。なお、クラなどの出演声優は PS2 版以降で、早くと PS2 版で音声のない主役を除けば、テレビ、劇場版アニメを含め変更はない。以降はプロトタイプより発売となり、Xbox 360版が2008年8月28日に、 プレイステーション3が2011年4月21日に発売され、PC 版よりも高解像度となり、BGM と一部音声が 5.1CH 化された。また有料ダウンロードコンテンツとして、光見守る坂道でのボイスドラマを鑑賞できる。プレイステーション4版は2018年6月14日に発売された。 シリーズ最高画質となる1920,080ピクセルに対応し、新たに英語テキストと団子ペジアを収録した。Nintendo Switch 版は2019年7月4日に発売され PS4 版と同じ要素を備える。またタッチスクリーン操作に完全対応となり、ジョイコンを外した本体のみ状態でもプレイ可能。他にジョイコンをセットした携帯モード。 テーブルモードにも対応するほか、TV モード、テーブルモード時の見片手プレイも可能となった。携帯ゲーム機、プロトタイプより PSP 版が2008年5月29日に発売された。フルボイスに対応のほか、メモリーディスク機能と画面キャプチャー機能を搭載した。PlayStation タ t a 版は2014年8月14日に発売され、画面解像度は PSP 版の4倍となる 960X544 ピクセルで表示できる。また色合い調整機能を搭載し、タッチスクリーン操作 PSB た TV に対応した。モバイルデバイス、携帯電話向けには、ソフトバンクモバイルのソフトバンク 3G 端末と NTT ドコモのフォーマ向けアプリが2007年1月16日に公開された。 2012年9月18日にはプロトタイプから Google プレイにて Android 版が配信。初期費用は100円だが、各ストーリーのルート確定につき、それ以降をプレイするのに追加購入、各250円が必要。携帯電話向けと違い、画面解像度は800-480ピクセルで、表示でき、主人公以外フルボイスである。コミック。2005年から、 月刊コミックラッシュに、三崎樹里作画の、蔵など、オフィシャルコミックが、2007年からは、電撃 G、S マガジンにて、シャー作画の、蔵などが連載され、それぞれ単行本化された。また、公式外伝小説、蔵など光見守る坂道で、が2005年12月に発売された。電撃 G、S マガジンに掲載されていた、ショートストーリーに書き下ろしを追加した。 オフィシャルサイドエソード集であり、原作シナリオを担当したライターにより執筆された。2007年には、これのドラマ CD が、プロトタイプよりリリースされ、2010年には PS、PSP 用ビジュアルサウンドノベルとして、発売された。アニメ。東映アニメーション制作の劇場用アニメと、京都アニメーション制作の TV アニメシリーズの二つがある。 劇場版と TV アニメシリーズは相互に、ストーリーのつながりや、世界観の共有はなく、別個にストーリーが完結する。その他、クラナド発売10周年を記念して、キー公式でクラナドテンスアニバーサリーサイトが2013年に設置されている。クラナドテンスアニバーサリーアート展が2013年10月3から15日に中野ブロードウェイで開催され、 2013年4月26日から5月27日23時59分 JST 時刻応募期間でピキシーフの場でイラストコンテストも開催された光の奇跡クラなどテンスアニバーサリーアートブックを2013年12月26日に発売されている2019年9月27日からスマホゲームセブンズストーリーとのコラボレーションが開始された またスピンオフ作品に本作ヒロインの一人である坂上智代との後日談を描いた18金作品、智モアフターイッツ、A ワンダフルライフがある。ある街を舞台にして起こる主人公と主人公が通う学園で出会うヒロインたちとの交流と成長の物語。学園についてゲーム本編においては高等学校の家庭にあることを特定できる描写はあるが、 公明の描写はない。アニメ、劇場版、テレビアニメ、クラなど、オフィシャルコミック、三崎樹里作が及びネットラジオでは、私立、光坂高等学校という公明の必殺がある。以下、原作のストーリーについて説明する。2004年発売の PC 版、携帯アプリ版は、声が収録されていないため、声優は、プレイステーション2版ドラマ CD、 映像化作品を及び PC フルボイス版等のキャスティングを記載している。ライターの佐藤心は本作には個々のシナリオで失敗していると見られる箇所は見られるとしながらも一ノ瀬ことみのシナリオを除けば全体的にトラウマの描写が禁欲的であることがそれ以前キー作品からの変容でありその意識は評価できると述べている。 評論家のさらしな周一郎は、本作のシナリオライターである、浅井場順位の傾向として、テーマに対して真正面から向き合うがゆえに、物語上の落とし穴に落ちると、そのミスを引きずって歪んだまま、物語が終わってしまう。ただ、今まではその歪みがカルトな魅力になっていたということを指摘しつつ、その傾向が薄くなった本作はそれによって評価が枯れるのだと説明している。 批評家の東ずまによると、本作と前作のエアーは、共に家族の再生をテーマとしているがその描き方は正反対であるという。エアーの場合、主人公が、あるいはプレイヤーが、ヒロインの悲劇を傍観する他ないという構造を持っており、それがプレイヤーであるオタク層に対して、父にはなれないというラディカルメッセージとして機能したのに、対し、父になるとは、 異性からの承認を受けて社会化するということの比喩。本作では、主人公の岡崎智成が、ヒロインの古川なぎさと結婚するなど、父になれると異性反対の保守的なメッセージを帯びている。そのため、エアーがオタクの乖離的な態度に対する、批判的な側面を持っていたにもかかわらずヒットしたのに、比べると、オタクの欲望を最強化する、形のメッセージを帯びた本作がヒットするのは、 ごく自然なことだという。2007年9月15日に東映アニメーションによる劇場版アニメが公開された。2006年4月にキーの公式サイトで制作の決定が発表された。しかし、東映が積極的な PR、宣伝活動を開始したのはその約1年後からである。監督は劇場版エアーの監督でもある井出崎光が務めている。 前作、エアーへの意見を踏まえてか、本作ではさらに原作に近い構成を意識した作りとなっている。劇場パンフレット等の解説で、その意向が垣間見える。一方で前作と同じく、もう一つの蔵などというコンセプトは変わらず、引き継がれ、独自解釈に基づく、世界観や設定の大幅な再構成も行われた。その後、 監修であるキーに確認を取った上で完成した。上日の通り発表は1年前に行われていたが、制作時間には余裕がなかったという。上映時間の制約やストーリー進行上、原作の登場キャラクターの多くが削られている。このことは、エアーリバイバル上映の際に配られたチラシで、団子大兄弟のブログ作成者が触れている。ただしことみはセリフなしで、 ゲスト出演しており、風ー子はデザインがのみ存在する。東京短観ミニシアター公開作品の週末観客動員数ランキングピア調べで初登場第1位を記録。その後もロングランや公開拡大等が行われた。2008年3月7日に当作品の DVD 版が3種類、通常版コレクターズエディション、スペシャルエディション発売された。 後者二つは、付属特典が異なる。エンディングは、小さな手のひら、丸メロ、団子団子団子の順で曲がメドレーしていく。なお、前売り券や、サウンドトラックに収録されている、メグメルのアレンジバージョンである、メグメルフリークエンシー、E バージョン、そしてイメージソングの、約束は、本編未使用。劇中において、団子団子団子はなぎさが歌っているが、 そのバージョンはコレクターズボックスに収録された。本文中の放送期間は TBS を基準とする。TBS 及び系列3局の計4局で2007年10月から2008年3月まで本編22回と番外編1回の全23回が放送された。いやー、カノン第2作と同じく京都アニメーションがアニメーション制作を通した。当初は BSI でのみ放送と発表されていたが、TBS アニメフェスタ2007において、急遽 TBS で先行し、遅れネットにより毎日放送、中部日本放送の各局でも放送されることが発表され、全国放送である BSI での放送が最も遅れる形となった、アニメ公式サイトも BSI から TBS へ移動した経緯がある。地上波では、地デジも含め、 画面端をカットした上で、違和感が発生しにくいように編集された4、3映像、レンタル DVD はこの形式で放送された。一方、BSI では16、9サイズで放送されるが、共に SD 画質にダウンコンバートされたものとなっている。第1期は、原作の学園編をベースとして制作された。渚ルートを主軸に、本来は、パラレルワールド扱いで、 時系列が連続しないヒロイン5人の個別ルートを統合し、終盤にクライマックスを置くため、原作を踏襲しつつもストーリー展開に大胆なアレンジがなされた。一方で、渚ルートを主軸にした、関係上、統合困難なアンズルートと、友よルートのストーリーが簡略化された。この補完として、本編と時系列が異なる、もう一つの世界ともよ編が制作された。 これは、友よルートを完結まで描いたもので、テレビ放送はされなかったが、2008年5月31日に上映会が開催され、DVD 第8巻に収録された。また、アンズルートは後に制作される、詳細は後日。前作を放送した4曲と、第2曲から新たにネット曲に加わった、RKB 毎日放送の、 敬語曲で2008年10月から2009年3月まで TBS の場合本編22回、番外編1回、総集編1回の全24回が放送された。なおスタッフに一部変更あるがキャストに変更はない。電撃 GS マガジン2008年5月号及び第一期番外編、テレビ放送上の最終回終了直後に制作発表。 TBS アニメフェスタ2008にて放送開始の発表があった。放送形態は前作とほぼ同じである。序盤は原作の学園編のうち第1期で触れられなかった物語、サブキャラクターのルートやおまけシナリオ、渚ルートの終盤などを中盤以降は原作のアフターストーリーを番外編はオフィシャルアナザーストーリークラなど光見守る。 坂道での渚っ編を元として制作された。また、アンズルートを完結まで描いた、もう一つの世界共編が制作された。ともよ編と同様に、テレビ放送はされていないが、2009年5月24日に、上映会が開催され、DVD 第8巻に収録された。フロンティアワークス制作のもの、ドラマ CD クラなどクラなどタイとプロトタイプ制作のもの、 クラなど光見守る坂道でと2種類存在する。このドラマ CD 独自のオリジナル要素が盛り込まれており、本編ゲームの展開と異なる部分もある。2007年に、前後間で発売。2005年に発売された、オフィシャルガイデンエピソード集、オフィシャルアナザーストーリークラなど光見守る、坂道で、を、本編ゲームと同じ声優陣により、ドラマ CD 化したもの。 2007年に全4巻で発売。第1巻は7月25日、第2巻は8月22日、第3巻は9月19日、第4巻は10月24日に発売。販売はアニメートテント及び通販、アニメート TV 通販、Amazon.co.jp など少数。同作品は PlayStation Portable で全後編に分けてゲーム化された。 前編は2010年6月3日、後編は7月15日発売。また、アンドロイドでも分けて、ゲーム化された。現在上巻が発売中。内容は、電撃 G、S マガジンで書かれた全16話のスピンオフストーリーをビジュアル化したもの。前編は1話から8話まで、後編は9話から16話までが収録されている。イラストは、ゴトピーが担当。声優キャスト。 音楽は本編と同じ。渚さとさなえのお前に、レインボー2007年10月5日から2008年10月3日まで、音とで配信されていた。パーソナリティは、古川渚役の中原舞と、古川さなえ役の井上菊子。渚さとさなえと秋代のお前にハイパーレインボー上記、番組終了後番組を、リニューアル、パーソナリティに、古川秋代役の沖合ゆ太郎を加えて、 翌週の2008年10月10日から2009年4月10日まで配信された。クラナドオフィシャルイングリッシュリリースにより公式でキクスタターを介して2014年11月11日から開始された企画であり、11月11日の出資開始から数時間足らずで目標金額である14万ドルに達し、13日の時点で2000万円以上が集まった。 ビジュアルアーツ社長の馬場隆弘は本人のツイッター上で感謝を述べている。11月27日にはチャレンジ目標の追加が発表され、ペイパル対応ページが加わり、さらに出資額に基づく特典が加わった。12月19日には30万ドルを達成し、12月22日に32万ドル達成し、PC 初移植となる光見守る坂道で、 お得点として企画が決まった。2015年1月1日には38万ドルを達成して、オリジナルのアンソロコミックが確定し、1月2日には40万ドルを達成している。そして、出資期限は1月10日の午前3時48分、This Projects Will Be Funded Only Sat4020153 時48分 AM+0900 プラスにて終了した。 投資結果、クラナドのクラウドファンディングは、支援総額キックスターター五十四5千百六十一ドル、五千八百十九名、ペイパル一万八百二十ドル、百八十名、合計五五十万千九百八十一ドル、五千九百九十九名となった。二千十四年の英語版によるキックスターターのファンディングは、本作のほかグリザや三部作とスピンオフ作品、 果実、迷宮、楽園、アイドル魔法少女チルチルミチルがある。2015年11月24日にスチームをプラットフォームにリリース開始。インターフェースと字幕は英語にて、音声は日本語によるフルボイスとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。